今回の企画は最強チート武器が使える世界でサバイバル、みんな大好きチート企画。今回は様々な鉱石やブロックで特殊能力があるチート剣をクラフトできるぞ。雷を落とす剣や大穴を開ける剣、ボディーガードを召喚する剣など、いつにも増して様々なチート剣が満載。果たしてどんなサバイバルが繰り広げられるのか。チャンネル登録とグッドボタンを押してドズル社メンバーを応援してくれ。はい、ということで、本日の企画なんですけれども、今日の企画は最強の剣が作れる世界でエンドラ討伐でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チート企画でございます。チート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 、いやもうね、あのチート企画あるある、撮影がめちゃくちゃ長くなるっていう過酷企画と変わんないぐらい長くなることあるんで、今日はあの程よく頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はーい、今日なんかね、剣がね、なんか10段階ぐらい進化するらしいですよ。めちゃくちゃ強くなるらしい。まずはあの鉄剣ならぬ、あの銅剣を作ってください。皆さん銅で、銅剣、銅の剣を作って、そこから少しずつあの強くしていくっていう感じらしいので、まずはじゃあ銅を持ってください。銅、はい。剣って言ったらね、普通は木の剣か鉄の剣か、あんま剣作らないもんな、ね、ダイヤ剣、うん、ドロップ増加つけてるぐらいでしか。あ、まあそうだね、ドロップ増加の時は使うか、うん、あ、ムラ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 、あ、ナイスー。村がそのまままっすぐ行ったらあります。はーい、はい、おい、銅なんてその辺にあるでしょう。銅はかなりあるよ。銅はもうね、え、見つかった？なんかなかなか見えへんのよね。みんな気をつけろ。ない、銅は踏む可能性あるぞ。え、どういうこと？あれ、どうさ、今もしかして今銅だけにどういうことって言いました？アウトー。あ、違うっぽいっす。あ、銅あった。やばいやばい、もうちょっと。銅は本当に。長くなるんだからさ。やめとこう。うん、銅は。銅はもう。もうやられるんで。気をつけましょう。勝手に踏むからね、銅は。銅15個足りそう。ナイス。まあ、なんか進化していく過程で、もうどうしても後から使いたいのが出てきたように、いっぱい使ってますか、ね、あ、ありがとう、ありがとう。確かに。おお、すげえ。どうぞ。ありがとう。お、どうも。え、どうも。あ、できた。あ、ちょっとドゥさん。どうした？ここの村人さん、見てくださいよ。え、どこ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 ？え、でか、ちょっと待って。ちょっと待って。え？俺、何持ってんの、それ。あ、そんなにでかいのこれ。でっけ。あ、でかかった、でかかった。すごい。全然、なんか、いつも使ってる。木より強い。見て見て、みんな。見て見て見て。ボサ見て。どこどこ？何それ？でかっ！長っ！やばっ！ベルセルクじゃん。オラフ君どこ？みんなー。あ、いたいたいた、上か。上ね、どうもありがとう。みんなー。おい、連れてきたよ。ああ。みんな連れてきたよ。あ、ね、あ、連れてきた。そいつか、そいつか。いた。あ、もうダイヤじゃん。めっちゃスノットリやんけ。え？あ、すごいすごいすごい。え、木の棒で鉄と交換できる。なぜかそれ。なことない。いやいや、本当本当。育てたよ、育てた。本当だ。いいやつ持ってるね、オラくん。いいね。はい。いいね。チート村人や。チート村人。チート村人だ。チート村人がいる。パンとかあります？ちょっと俺切ってみてください。パンはないんだよね。切っていいの？冒険はなんか能力あるのかな。いたー。え、なに？雷落ちた。平石。え、やば。え。どうすんの？死んでる死んでる。待って、普通に村人に当たるからやめて。恐ろしい。え、どういうことどういうこと？ね、どうどうあ、もっと広がして広がして。右クリックとかしたら、なんか発生するの？いや、普通に叩いたら、剣叩いたら雷発生する。雷が。え、危ねえな。普通に切ったらってこと？普通に切ったら。はい。モブを倒したらってこと？うわ、すげえ。おー、すげえ。焼肉20枚出てよ。あ、マジ？あ、ドロップ増加もついてる。ドロップ増加もついてる、これ。めちゃくちゃ強い。ボンさん、じゃあ、ボンさん行きますよ。え？でもこれだ、死んじゃうじゃないですか。いや、一発は耐えるから大丈夫。うぃー！え、すげえ、僕もやって、ボンさん。行く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 。うぃー！うわー、すげえ。うわー！何してんだ？ニワトリ、ニワトリくらい。あ、ほんとだ、羊肉40枚。
え、すげえ、ニワトリも20枚。グレードアップできそうなんで、しまーす。あ、僕もグレードアップしよう。やべえな、はい、え、これ、これが進化していくってえぐいな。一番最初にそれっすよ。うん。これやばい。麺の好きそうな色になった。見てほら。何？エルデンリング出てきそう。あー、グレートソードやんな、それは。グレートソードは、ね、妖剣のステップをつけて使うとやっぱめちゃくちゃ強くて。めっちゃ早口だし。あれこれかっけえ。あれ？あ、でも攻撃力が下がった。12から攻撃力12から8になってる。8になってる。なんか殴らんとわからんのか。そうだ、ね、ちょっと殴ってみたいな。モブを探すか。あ、ちょっと待って、見て。何？なんか火が。お、火が出てる。え、何これ？なんだこれ？わかんない、わかんない。エフェクトが派手になる。切ってみよう、切ってみよう。え、でも雷よりは強いはずだもんね。確かに。雷ドロップ増加を超えるものが。いきます。はい。え、普通。はい。え、もしかして。ブロック壊せます、ブロック。ブロック壊したら火が出るんだけど。火出てますね。え、全然普通なんだけど。え、なんだ。ああ、別に増えたりはせんね。なんだ。ああ、わかりました。え、何？あの、壊したものが焼いた状態で出てきます。え？ああ。木を切ると木炭になりました。ああ、本当だ、木炭手に入ってる。そういうことか。今誰が今しょぼって言った今なんかしょぼって聞こえたぞちっちゃい声でしょぼって聞こえたぞいやこれはもうアップグレードすぐアップグレードしようみんなよか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 よ俺多分いやこの鉄の剣多分ねもっといい使い道からすってことは可能性探しってことは砂を壊したらガラスで出てくるだろうあなるほど、ね、後からねあガラスだったガラスだったガラスだったガラス瓶あガラス瓶必要なのかはず多分あじゃあボンさんあじゃあみんなの分のガラスを一人でいいかなうん別になんなら焼きゃいいしな別に続いてはゴールドソードオッケーゴールドソードこれなんかあるんかなアップグレードしてみるかはいできたうぃーでかっ太陽の剣太陽の剣ふと右クリックなし赤いいくぜめんおりゃ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 じゃあ、いや、麺からどうぞ何してんの行くぞはいはいあれあれお、普通だわあ、あそこニワトリやってみるわ今、金券金券待って金券です麺が出てきたニワトリ倒したらえニワトリ倒したら麺が出てきましたどういうことどういうことどういうことあのね、ニワトリ倒したらやばいない僕もやりたい僕もやりたい、これはちょっと衝撃なんでやってみてくださいモブ倒したらなんか初めて長くなれた気がするえ僕も絶対に長くなれないこいつが丸くなっちまったなんでこいつ出てきたんだわかんない急に走るずっとつ後ろついてきてるから多分味方だあこれあ本当だ仲間になったえめっちゃおもろいやん来た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 ボンさん紹介しますんうわーなんだブルートちゃんです。仲間になりました。なんで？多分僕を攻撃したらブルートちゃん怒りますよ。めっちゃ見てくるもんなんか。あ来た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 。え一回もさ僕攻撃してくださいよ。ブルートちゃん怒るかどうか。確かに。行く行くよ。はい。あれ？怒らないっすね。何も。えでも今僕の代わりにゾンビ倒してくれたよ。あそうなんだ。敵対しなきゃダメなんだ。ボディーガードだボディーガード。ボディーガード。ボンさん作りましょう。え、これめっちゃボディーガード作ったらめっちゃおもろいやん。確かに。お、お前らもぼ、なれ。よし。よし。いけいけいけ。強っ普通に普通に強え普通に強いよ。一番チートかもしれない、これが。いや、これ面白いな。強い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 。まぁ、ちょっと弱いかな。うん。ちょっと、もうちょい頑張ってくれた前、ブルートくん。上司がいやでもこうブルートに守られてるっていうこのいいね確かに、うん、安心感が安心感がすごいよ麺の後ろブルートはすげえ数いるめっちゃいるなんだあいつ麺軍団ですやばいぞあれお願いしますあアメジスト、はい、お前らどこ行くかかっこいいめっちゃかっこいいめっちゃかっこいいこれえかっちょいなんだそれ何も置けない右クリック何も置けない。そろそろモブがいないんですよね。
モブね、借りすぎちゃって。借り、ごめん。借り尽くしてきた。やばい、メンブ隊が全員溺れてる。お前たち、お前たち、窒息してるよ。お前の鮭やってみるか。どこだ、東の大原面どこだ。ブルート全員あれだったか、金槌だったか。ダメだ、泳げない、こいつら。何も大きいな。おい、ね、お前ら、東の大原面がやられてるぞ。助けに行くぞ。東の大原面。西がいるの、それ。ああ、西のオラフ君。ほら、お前ら。東の大原面。東の大原面。ほら、こちらも。軍団長、軍団長。全軍団、邪魔だな。これオラフ君軍団です。ああ、面軍団全員溺れました。悲しいな。もうちょっとエメラルドにしちゃおう。おー、オンリー、そんな諦めた。たまには多分ビジュアル重視だったんでしょうね。いやー、マジか。ビシッと。というか、エメラルド、まあかっこいいですけども、まさかこれもビジュアル重視。うわ、びっくり。うわ、重っ。何やってしまった。ひどふりで大穴がく。うわ、危ないやつだ。ほんとにチートきた。やばいやばいやばい。いいやつだ。いやいや、危ないやつ、危ないやつなのよ。あ、どこどこどこ。うん、危ない、近寄れた。うわ、すげえ。うわうわうわ。何、振るだけでできるのこれ。右クリするだけで。うん、ほぼかな。すげえ、なんかファイヤーボール、ファイヤーチャージみたいな感じの、なんか出とるね。なんか出てる。すげえ。見たい。見して。ちょっと危ないんで、この辺から行きまーす。はいはい、おー、すげえ、かっこいい。はー。ほら、いっぱいやると落ちます。あ、そっか。サーバーがね。サーバーを破壊することができる。破壊する力を持ってるの。最強の剣だ。いや、アメジストちょっと、ね、諦めきれないよね、僕たち。そうっすね。なんかしら見つけたいっすよね。うん。モブやっても違う。モブやっても違う。ならない。エフェクト入れない。とっても違う。ちょっと、目一発僕殴ってみて。あ、はい。プレイヤーの剣ぐらいっすよ。バフ剣じゃないね。段階が4個。3階4個。あ、ごめん。ミスター、ミスター。よかったよかった。いや、村人が死んじゃなくて。焦った。危ねえ。すぐこれ。危ねえ。マジで事故り、ほんとに。ほんとにこの武器危ねえ。ボンさん。何。ボンさんもボンジュール君の作ってますしれっと。作ってない。作ってないっすか。うん。俺なんか自分の出た。これ自分のっすか。全部、僕のっすか。全部あなたの軍隊よ、これ。ちょっと、個性を忘れないでください。うん、いやダイヤできた。ダイヤ。なぜ画質のいいダイヤ剣みたいな感じ。画質のいいダイヤ剣。そのまんまだよ。ほんとだ。ただの画質のいい感じの。画質がいい。ちょっとやるか。あ、なにこれ、え、待って。あ、待って。エンドポータルできちゃった。えもういらんの。これそんなふざけたこと。これ左クリックしたら、え、なんかランダムなブロックになるっぽいんだけど。それでエンドポータルができたの？エンドポータルだね、これ。ほら。ボンさん、これ、ボンさん、これ。じゃあもうエンドランいけんの？エンドラン。いける。いけます。ほんとだ、いろんなあれ、どれがあれな。ほんとのチート企画だ。あ、ほんとだ、これ、のチート企画。これ。うわ、これを待ってた。じゃあちょっと一人俺の部下入れとくわ。行ってこう、お前ら。一人、ちょっと確認してきて。いや確認しても報告できないから帰ってこれないから。確認するだけで報告できないのよ。チャリリーン。とんでもねえの引いたね。とんでもねえの引いた。どうしたもうすぐ終わります動画。なんで僕がトイレ行ってる間に。何が来たの。革命が起きた。何これ。起きた。え？終わるじゃん、もう。
終わっちゃう。いや、じゃあアメジスト救命するまではやっぱ終われないよ。でもあのダイヤで救命できました。え、できた。え、ナイスめ、ナイスめ、なになになんだって。鉱石ブロックをアメジストソートで叩いたら、うん、あのそれがなんか焼いた状態のブロックになりましたね。あ、本当だ。ああ、鉄ブロックが鉄になるんだ、この。そうです、そうです、そうです。ああ、いいね、いいね。なるほどな。あ、じゃあ、作りやすいわ、ダイヤモンドとか。いいね。でも、ちょっとブレイズロットいるんだよね。あ、そっか、ブレイズロットいるのか。え、いらなくない？いらなくない？いらないよ。え、いや、ブレイズロットが剣になるんですよ。あ、剣が必要なんだ。あ、剣があるのか。え、別にもう倒したよ、エンドラ。いや、ボンさんやっぱ見ましょうよ。めっちゃおもろい。あ、そうか。戦ってないもんね、なんならね。そうそうそう。剣だけ作って。剣作って戦ってない。剣作って遊んでるだけで終わっちゃう。遊んでるだけだから、今んとこ。黒曜石、今5個あるんで。ナイスナイス。なんか、はいはい、あと5個あったら。本当にランダムっぽい、なんか。あ、ま、エンドポータルフレームだ。あれ？あ、これネザーゲート出たか。え、これエンドポータルフレームか。あ、違う違う、ネザーゲート出た。お、ナイス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 。ネザーゲート出したよ、ネザーゲート。行こう行こう行こう、そっから行こう、そっから。ゲートすらもいらないね。やったー。ゲートすらもいらない時代。ゲート出たぞ。楽した？あ、したっすね。あ、ここだ。みんなこっち。これってネザーのやつですよね。ネザーネザーネザー。いけいけいけ。ここでーす。あ、水触れちゃうと消えちゃうかもしれない。あれ、行ってます？行ってる。ナイス。来た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 。すげえ。あれ、もう今回空飛べないんだよね。今回空飛べない。あとチート力足りんな。いやいやいや、十分チートなの。弱いかな。いやいや、十分チートなのよ。チート、チート。あ、銅剣欲しいな。銅剣あればよかったな。あ、銅剣とエメラルドと。あ、ナイスナイスナイス。三刀流。優秀優、三刀流。いい三刀流だね。いいね、いいね、いいね。あ、青森見えました。青森。早っ。パールいらないのか。あ、パール後でいるのか。あ、要塞派遣、要塞派遣。要塞派遣。ナイス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 。ポズルできんの。あ、全然ドロップしない。音がうるせえだけだな、おしょ。うるせえだけ。うるせえだけだ、刀剣。まぁ、ちょっと強いでしょ、ちょっとは。あ、いや、3本出た、3本出た。あ、いや、ダイヤモンド、いや、今ね、あの、銅剣をオフハンドに持ってダイヤモンドで切ったら3本出た。やばい。どうした？うちの護衛がゾンピグに喧嘩売っとる。それはやばい。そうだ。あ、7本、9本。7本ナイス。これとりあえず1本作れます。作ってみて、どんどん作って。およっしゃ、ブレイズロッドソード作ります。おーい、さよならダイヤ剣。え、なにこのマグマがしいの。ネザーソード。炎消したら、ダイヤ剣で炎消したらベッドになったんだけど。危ねえ、危ねえな。危なすぎる。罠、罠だな。恐ろしい。罠だな。あ、待って、これこのネザー剣持ってると耐火ついてる。とりあえず、かっこいいよ。強い、強い。ネザー剣いいな。ネザー剣これだけかな、もしかして。大丈夫、それだ。めっちゃ火出せる。うわっ、うわー、すげえ。ここら辺のブロック、あ、エンドラの顔出てきた。エンドラの顔、何してんの俺。いらねえ。何でも出てくるな、このダイヤ。多分ダイヤ剣で増える感じです、これ。あ、ダイヤ剣だね。うん、あ、銅じゃないんだ。銅じゃないっぽい、これ。銅剣肉専用かもしれない。肉専用のね。なら納得がいいかもしれない。ブラック何してんの。いや、エンドおしゃれに。あ、ネザー妖精をね。もう一個エンド出てるじゃん、こっから。いや、あ、ここでから帰れますよ、ここから。ああ、いいね。助けにこの剣プレゼントしてみよう。拾わねえな。なんで本当に拾っちゃったらどうすんのよ。本当に拾っちゃったらどうすんのよ、それで。え？ん？僕何ゲットしてんの？いや、なんかあのポイポイ出るんですよ。え、ポイポイ出んの？はい。ポイポイ出る？今ね、2つ揃ってます。
おや。あら。話が変わってくるな。変わって、なんで変わってくるのよ。もしかして今日はそういう日ですか？いや、まあちょっと今後の剣の強さによるよね、ちょっと。確かに。エンドの剣があまりにも強すぎたら、うん、でエンドラがしね関係なかったら、そうだね、うん、それはそう、その辺に多分ゲートがなかったっけ、あったあったあった、これここら辺ゲートある、作りましたよ、面と全然違うとこに出ちゃうかもしれない、違うとこ出ちゃったね、あら本当ですか、村じゃないの、どうかったっすか、でもアカシアだからどっかに、確かに、ちなみと60の150ですね、うん、今800の400です。いや、なかなかだね。よし今、ああ、おかえりおはようございます。あ、できたー、いや、ブレイズロッド持ってない人、いしょ、はい、はーい、はーい、じゃあ、オラクにこれ8本あげまーす、ありがとうございます、はい、残骸持ってるんだな。あ、すげえ、持ってんの、え、あ、もうありますよ、すげえ、よし作っちゃおう、これでレーザーなんとかソードになって、レーザーライトソード、レーザーライト、え、待って、え、まさか、おでで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 、あー、きたー、なになに、スタッフのマン、これだけあってもっていう、あ、勝って、あー、カナドコどっかで見っけたよ、あー、でも、あ、カナドコじゃないか、あれか、あれね、カジ台ね、カジ台、カジ台ね、麺ちょっと僕にも掘ってくれ、僕石のつるはししかないんだ、あ、オッケーです、オッケーです、あ、ダイヤモンドがないと、ダイヤ装備がないっていう、うん、ねえわ、いる、どう、ダイヤいらねえな、そう言われると、あっても仕方ない、これあっても仕方ない、でも次はもうエンドストーンだからエンド行かないと、あ、エンド行かないといけない、エンダーパールはあっちでいいから行こっか、もうねえ、あれ持って、父さん戻ってきた、ガラス瓶だけ持って金持ったる金。レーザーライトグレッツソウ。で次あとエンドか。残骸が取れないもんね。あ？ちょっと。え？残骸もう余ってないよね。これやばい。オラ君。どうした？この剣攻撃範囲めちゃくちゃ広い。マジ？今後ろの村人が死んだ。嘘。え？あ、村人いないもう。あれ？やば。そういうことか、うまい、帰ってきた、あー、ボンさんお帰りなさい、その剣振り回すの気をつけて、うん、これ危ない普通に。オッケー、じゃあ行こう、こっちだみんな、オッケー、よいしょ、間違えてもあのレザーライトの剣を持ちながら、オハラめ、でゲートを潰しちゃわないように、あ、オッケー、レザーライトの剣持たないように、はい、はい、それではレッツゴー、イエーイ、誰だごめんなさい、わあ、そうそう、ちょっと待って、マジマジマジ、やばいやばいやばい、なんでやばいやばいやばい、なんで攻撃範囲が広すぎてエンダーマンめっちゃ巻き込んで、あ、そういうことか、やばい剣なくなっちゃったから、何やって何してんの、こんな感じじゃなかったのに、これエンドソンです、じゃあドズルさん、え、この剣あげよう、アイアングレートソード、ありがとうございます、やられた、皆さん手付けもらった、手付けなんだったっけ、焼いたものが出てきます、いらねえ、いらなすぎる、これはネザーライト、エンドのエンドストーンと組み合わせます、いきます、はい、いきます、はい、お願いします、はい、こい出た、何がこれ、どこどこ、はい、切ってまーす、あれ右クリ、何も起きない、これは何も起きない、敵切るでしょ、敵切るでしょ、これやっぱ切ります、切って、うぜ、え、お、あ、別に普通だな、あれ、普通だな、いてぇし、いてぇし、エンドラ切る、エンドラ切る、エンドラ切る、切ります、
減りは早いけど、まあまあ、まあまあまあ強い剣だな。強い強い強い剣強い剣。えシフトはシフト。飛べない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 。あ飛べた。あ飛べた。飛べた。やべえ。飛べた。クリアになった。いいなー。いいなー。いいなー。え、さあ、くる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 。どこだ作業台持ってない誰か。もっとなんか。作業台入り口側にあったよ。入り口側に。あっちに置いてある。入り口側、オッケー。え、どうやって飛んだろう普通にシフトしてください。あ、ジャンプしてください。クリアの飛び方と一緒です。クリアの2段階ジャンプみたいな。はい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 。で、ちょっと他のやつ変えてみてください。落ちちゃうんでしょ。はい。楽しい。すげえ。待って、ボンさん、ボンさん、壊してください。任せなさい周りのちょっと待って最終剣は最終剣 あボンさん死んだどこで死んだどこここ持ってんじゃんそうゲットしたどこだどこだあった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 最終剣やりますよ最終剣行こう最終剣じゃねえよあれがいるわなんで全員分の剣あったら取り合っちゃったエンダーマンやらんといけエンダーマンエンダーマンをなるほどこれあげるよドラゴンブレス何これやったありがとうこれないと最終形態にできないこれできんのこれないとそうなるほどめっちゃ倒してるよし7個集まったやるぞよし行くんだいけこれとエンダーパールと最終形態どうなんのうわすごいえムーンライトソードシャケンうおーかっけーうわ強っ伝説強いガラス瓶とドラゴンブレスだけ預けてよし、どうすればいいんだこれは。とりあえず飛べる？あぶね。なんか出た、なんか出た、なんか出た。なに？見て。ポイーン。あ、なんかビブル。何やそりゃ。オンリー、僕にぶつけてみてそれ。やべ、恐ろしすぎるあれや。エンドラ当たるのこれ。あ、これ見て。あ、すげえ。おお。ワンパール、あとワンパール来い。めっちゃ今エンドラの動き止めてます。エンドラ動き止まってるじゃん。やばい。止まる。ほい。ああ、終わります、これ。よし。やばい。終わらすか。ボンさん、最後、とどめを刺してくれ。あ、痛い、僕にじゃないの。痛い。え？僕にじゃなくて。違う。エンドラ。エンドラの方ね。ボンさん行ってください。待って。行け。いいの。オッケー。待て。行け。ああ。閉じ込め。ああ。死んだ。死亡者は面です今の。何が起きた今。俺？ああそっか俺が。うん今面が落とし穴に落として。エンダーマンと目が死んだ。行け。その剣が。メイン、その剣で岩盤破壊してよ。やめろ。すごいやばい。サーバーが落ちる。何してんの？やばい。よし、もう倒そう、エンドラ。倒そう。行きまーす。いけ。ビーム。これ。サーバー破壊だ。1ミリも動いてない。イエーラスト いたー！ オッケー！ ナイススポットライト いつもより派手だな パチパチよっしゃよっしゃーよっしゃーああああああエンディングがおいメイン帰れなくなっちゃったぞ。俺はお先に帰ります。この剣持って帰れないのか。あいつ何やってんだよ。何やってんだ。
ダイヤ持ってない、ダイヤ。ダイヤだ。ダイヤ持ってないな。持ってない。エンドポータル、無理か。もう帰れない、帰れない。帰れなくなってしまった。そうやられた。チャリーン。はい、ということで、本日はこちら、最強の剣が作れる世界で、エンドラ討伐。無事、エンドラ討伐、成功でございまーす。ありがとうございます。いやちょっといつもと違うね、ルートでのエンドラ討伐でございましたが、今日もすごいチートでしたね、いろいろね。またね、ちょっといろんなチート企画もやっていきたいと思いますので、今日の動画面白かった方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画こんな感じでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあねー。バイバーイ。バイバーイ。あー、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントも待ってるね。どうしてもっていうわけじゃないけど、気が向いたらしてね。